羽田空港から福岡へ飛ぶのに普段はスターーフライヤーを使います。今回はコロナ肺炎の減便に伴うフライトスケジュールから JAL を利用しました LCC といえば普通はボーイング737がエアバス A320 と相場は決まっているものですが今回の機材はエアバス A350 でこの機材は初体験でした ボーディングブリッジと機体の接続部、これは機体のドアの高さですがこれが高いと思いました小さな機材だとブリッジにぐっと低くドアまで誘導されるのですがこの機材はその角度がきつくありませんああ大きな機材に登場するんだって気分になりますドアのところで CA さんに出迎えられいざ機内に入ると ままああ当然ですすがが通路が2本あります最初にファーストクラスのシート自分の勝手なイメージでは国内線ではファーストクラスはなくなったと思っていたのですがいかにもフルペイのキャリアに乗ってるという感覚が湧き上がりますさらに進むとクラス J クラス J 自体はいいのですがそのシートの数の多さにおおって思います JAL を利用する人ならばこれぐらいはクラス J まあちょっと良さげなエコノミーと言っていいんですかねに乗るのかもしれませんね金額的な違いは1000円らしく登場してからもクラス J へのアップグレードの勧誘のアナウンスがありました最後にエコノミークラス最近の表記では普通席ですかのシートは333の配列です まあ座席に座る人ではなく座席の詰め込み感として感じた理由は単純明快です。コロナ肺炎の影響で搭乗者は多くありません。多くないどころか少ないと言うべきでしょう。要は座席まあこれは空席ですね。これが並んでいるだけなのです。 走路から都心方面へと離陸します。 座座席ににると、目のの前に大きめのモニターが存在します。もちろんこれはモニターなんですが実際はエンターテインメントシステムの入り口です中でも興味を引いたのは被害の様子がわかるカメラの映像でした離陸してから尾翼カメラの映像を見ました最初は適当に空の絵に機材が CG で合成されているのかと思いました まあ、エンターテインメントですから、なんて思っていた自分がいます。前方のカメラの映像も、まあ、パイロットはこれを窓の外に見ながら操縦してるんだろうなあ、なんて思わせてくれます。2つの映像を見比べると、視点が違うことを感じます。まあ、当たり前なんですけれども。そして、眼下に雲が現れます。その雲が自然と後ろに流れていきます。 それを2台のカメラで追うことができますそしてそれはまあそれらはと言うべきですか窓から見えるものと完全にリンクしていますそこで初めて状況を理解というか実感することができました自分の目が尾翼と機体の下部へ動いた感覚機体と同化している感覚まあ正直これはすごいなって思いました マップでは機体の視点から見た 3D マップを表示させることができます。そこにはフライトシミュレーターのような情報を表示させることもできます。高度何フィートをどの方向へ、どの角度で、バンク角はどれだけで飛行しているのかがわかります。実機でシミュレーターの画面を見ている感覚というんでしょうか。 自分ではフライトシミュレーターをやらないので分かりませんが、不思議な感覚を覚えました。そうしていると、やがて福岡空港へのアプローチです。眼下には懐かしき福岡の光景が広がります。機体前方のカメラを見ていると、前輪が降りてきました。シミュレーターみたいな画像がそこには広がります。 アプローチライトの列に導かれて滑走路の端が見えますやや機首が上がりメインが設置そして機首を下ろしてフロントも設置します雨だったらしく水しぶきが上がっていますまあこれは自分には最高のエンターテイメントでした同時にパイロットは嫌だろうなーって思いました 操縦に興味がある人間ならば着陸の時は今機体がどのようになっているかを感じていると思いますああ機種が下がったなとかスピードが落ちたなとかバンクをしているなとかそういうことを感じていると思いますそこにカメラからの映像が加わるので操縦が完全に明らかになりますまあ自分の仕事をリアルタイムで評価されている感じといえばいいんでしょうかね 搭乗した JAL 便は無事に福岡空港に到着しました。今日の心地よいフライトを支えた JAL のクルー、羽田福岡の空港管制、そして航路管制の行った皆様、本当にお疲れ様でした。